マイナス思考ということを個性だと思っていただきたいわけです。寿司食い姉さん、寿司食い姉さんじゃない、寿司食い姉ですよね。はい、誰かあのアイドルグループでいましたね。渋川期待でしたっけ。若い人は分からなくてごめんなさい。旦那さんは自分宛てや自分が経営する会社宛ての郵便物を開封するまでにとても時間がかかります。これ開封したくないんだと思いますね。私が郵便受けから取ってきても彼に渡すとそのままデスクの上に置かれ未開封のままで何日も経ってしまいます。以前にその郵便物の山から支払い期限が過ぎた請求書が出てきて慌てた経験があり、今では私が開封中身を見て対応が必要かいつまでか確認だけで OK などか伝える秘書のようなことをしています。その作業によって、やらきもきせず済むので私自身は特に苦ではないのですが、旦那様はどういう心理なのでしょうか。一度本人に尋ねたことはありますが、いまいちピントが構図よろしくお願いします。いや、これはですね、平らタイプと言われるやつですよ。あの、私と一緒、これ一依存の一形態で、もうそんなことお前がやってくれよっていうふうにご主人は思ってるんですよ。で、あなたがやって、もう何の問題もなく、秘書のようなことをしてるんであれば、もうそれ一直線ですよ。それは、ちょっと偉そうなですね、旦那さんだったら、あ、見てわかるだろうよ、郵便開けてないのはね。お前が開けないと、俺は開けないんだから。こういう領収同書とかで困るのはお前だろうみたいな感じ。俺はやきもきしないんだけど、お前がやきもきするんだったらやきもきする方がやった方がいいんじゃないのみたいな感じじゃないでしょうかね。現在二人目を妊娠中、四人産みたいと思ってますよ。頑張りましょうね。四人が幼稚園に入ったら、そちらのカウンセラー養成講座を受けたいと。それまで引き続き現役でいてください。わかりました。老体に鞭打ちでですね、よがりながら頑張りたいと思いますね。はい。嫌いじゃないから頑張れると思います。はい。まあこれはもう完全にですね、あなたに依存の一形態だと思いますから、まあ頑張って秘書さんやってください。続きまして、ペンネーム自信なさすぎさん。はい。私の質問はコミュニケーションを楽しく、友人職場での人間関係を楽しむにはどうしたらいいかです。基本的に物事をポジティブに捉えるのが苦手で、話が盛り上がらず気まずい雰囲気になります。ネガティブに話が進んでしまいます。マイナス思考だと自負しているので、ポジティブに考えようとしていますが、自信のなさから仕事面でもうまくいかず、楽しくうまくコミュニケーションができないので、職場の人間関係もうまくいきません。自分が話すとネガティブになるので話すのが億劫になってしまいますと。コミュニケーションがうまくいくと、どんな仕事でもスムーズにことが進むと思っています。友人関係も同様だと思っています。自分が話すとマイナスな話になると分かっているけど、どうやってポジティブに楽しく話していいのか分からない。なので、あまり自分から話をしないし、どんな話をしたらいいのか分からず、話さなきゃ思えば思うほど固まってしまい、話をつなげることができません。私は相手から見て話しかけにくい人です。私生活でも楽しむことが苦手です。どういうふうに考え方を変えればいいのでしょうかと。はい。じゃあ教えますね。まずね、物事をポジティブに捉えるのが苦手ですって書いてあるんですけど、自分は、ネガティブですと。で、ネガティブなタイプのあなたがポジティブなことをやろうとしようとするのは、すべてのものを美味しく食べて太りやすい平が痩せようとしてるのと同じなんですよ。どうでしょうか。私もですね、昔ちょっとまあ糖尿で体を絞って痩せたことがあったんですけど、まあひどかったですね。100キロの私が90キロ切ったぐらいの時に、痩せたドラえもん誰が見たいとかね、もうひどいことを言われましたよ。はい。まあトトロも痩せたらトトロやないでとか、もうね、本当にいっぱい言われました。まずね、あなたはこのマイナス思考ということを悪いことだと思ってるんですけど、これをまずね、個性だと思っていただきたいわけです。そしてですね、あなたのコミュニケーションは、私のマイナス思考が悪いので苦手なポジティブにって思ってる。これがもう最悪なんですよ。
昔ね、うちに、まあ、来てですね、すごく暗い女の子がいたんですね。で、その子はね、初級、中級、上級ってカウンセラーの養成講座はあるんですけど、上級になったら上級ミニワークってやらなきゃいけないんですけれども、で、その子が、平さん、私、どういうテーマでやったらいいでしょうっていう風な相談を受けたんですけど、まずね、言っときますけど、私が一番嫌いなやつはこういうやつなんですよ。こんにちは、皆さん、今度上級ミニワークをするペケペケです。神戸メンタルサービスに来た時には本当に暗かった私も上級になった今はほらこんなに明るいったってね、そんなに明るくないんですよね。で、そういうのは私は個人的には痛い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 って感じるタイプなんですよ。でね、この子に言ったのは、君といえば何やって聞いた。私といえば暗い？そう！その暗さは私的に言うと図抜けてると思う。はい？それで行こう。はぁ？で、彼女はどんな上級ミニワークをやったかっていうと、まあ、インフォメーションの時間があるときに、こんにちは、皆さん、上級ミニワークのお知らせです。この前、私と久しぶりって言われましたけど、あなたとは毎月会ってますよね。それぐらい、薄めの私です。初級の人ですかってさっきも聞かれましたけど、上級も終わりです。それぐらい、影が薄い私のテーマは、本当に影が薄い私の暗い私のことを何考えてるかって胸を張ってネガティブをやるとみんなもキラキラして、もうめっちゃ興味津々。問題はあなたがですね、ネガティブタイプだって言ってるにもかかわらず、それは悪いことだと思ってますけど、これは個性ですよ。ね。太ってる、まあ一般的に太ってるデブっていうのはですね、日本ではいろいろありますけど、私のように胸を張って生きてるデブはそれなりに評価されるんですよ。まあ私が評価してるんですけれどもね。まず、人と違うあなたっていうものは、人と違うわけですよ。で、人と違うというものに関して、非日常的なものに人は興味を持つわけです。例えば皆さんが旅行に行ったりとか、海外旅行なんで行くかっていうと、非日常を求めてるわけでしょ？だから、あなたにとってはですね、みんなに合わすというか、私はなんでこういうふうに考えるかっていうのが分かると、人があなたを楽しんでくれるわけです。この子暗いからなぁ、みたいな通訳さんが出てきたりとか、結構この子の暗さは、こう、桁外れでって楽しんでくれたりするわけで、そこをですね、ちょっと苦手なポジティブな会話をやろうと思うよりも、私苦手やねん、もうポジティブはもうほんとごめんな、マイナスやねんけどっていうと、人はあなたに寄ってきてくれますから、ちょっと頑張りましょう。こんにちは、今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー、毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞くまるっていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは、今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのは、カウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまり
あなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス 23,100 円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス 63,800 円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは 179,300 円。もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、 Zoom の講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。